はい、皆さんこんにちは、トビです。今日はですね、タイトルにもあると思うんですけども、僕のですね、ツイートが1000万表示されまして、ちょっとちょいバズりと言いますか、なんかバズらせようと思ってツイートしたわけじゃなくて、最近ですね、甲子園僕大好き、高校野球がね大好きで、まあ野球やってたっていうこともありまして、ほぼほぼ全試合見てるんですけどねYouTube のおすすめ欄もだいたい野球のことしか出てこなくなっちゃって、高校野球関連の最近はやっぱこういろんな動画が出てるじゃないですか。こう記者さんとかもね、テレビのあれとかも出してますし、本当にすごい綺麗な映像で、もうテレビでやってるようなことがね YouTube で載さったりとかしてるんですけども、その映像でですね、大阪桐蔭さんの練習風景みたいな動画を見てですね、終盤にですね、ベンチプレスをやってるその映像が流れまして、おやっていういや別にベンチプレスのフォームどうこうとかは言うつもりはなくて、まあ一応こう世界チャンピオンなので、世界チャンピオンの立場から教えていただくと、あ、まだまだ伸びしろがあるんじゃないのかなと思って、もっともっと強くなるのであればなんか教えたいなと思って、ツイートをしたんですけども、それがですね、セーフティーが危なんかないから危ないとか、なんかいろいろこうなんか分析の他の人とかがねたくさんいたりとか、まあすごいリツイート数とねあれになってしまったんですけども、最初にこう、お詫びを言いたいんですけども、そのベンチプレスの動画、多分僕のツイートを見てくれてなのか、いろいろこうあれされてなのかわかんないですけど、カットされてました僕が改めて確認のために見ようと思ったら、綺麗にそこだけなくなってまして、はい、その動画をこうね、この動画ですって言ったらもっと多分あれされちゃうと思うので、その動画は言わないですけども、まあその動画投稿したい人、編集者さん、本当に申し訳ございませんめちゃくちゃめんどくさいことを、 YouTube ってこうね、まあやってる身からしてもね、もう一回載せ直すっていうのは結構簡単なんですよね。その動画を載せて、元から編集のやつがあるんで、そこを切って再投稿みたいな。けどその僕が言った動画は1ヶ月前、まあこれ言っていいのかな、1ヶ月前ぐらいに投稿されてた動画なんで、もうある程度再生数も回ってて、の動画をまた上げ直すっていうのはもう無理なんだよね。あと、まあ時期的にもうその甲子園に向けたみたいな動画なので、無理っていうことは重症じゃない。だからカットをその YouTube スタジオの方でしないといけないから、もっとめんどくさいんですね。で、載せ直しってすると本当にすんごい多分時間がかかると思うんですけども、申し訳ございませんでした。多分大変だったと思うんですけども、申し訳ございませんっていうことですね。まずベンチプレスに対して僕が思ったこと、そして、筋トレ界に言いたいこと、そして野球部っていうか、まあ野球にベンチプレスはそもそも必要なのかっていう、論点についてなど、たくさんお話ししていこうかなっていうふうに思いますので、ぜひ最後まで、ご視聴いただければっていうふうに思います。まずですね、動画を見て思ったことなんですけども、本当に僕自身はですね、フォームについてどうこう言うつもりとかはなくって、なんか危ねえとか、トレーナーさんを批判するようなコメントがあったりとか、トレーナーついてねえのかとか、なんかトレーナーひどいなみたいな感じとかは全くこう思ってなくて、もっともっとこうベンチプレスをやってる身として、もっと効率のいいっていうかね、綺麗なフォームでやった方が絶対にいいのかなと思いますし、よりね時間もあれだと思いますし、トレーニングをしてるわけなんでね、効率の悪い方かいい方かって言ったら絶対いい方がいいに決まってるんでそれはね、その効率のいいトレーニングをして、よりね野球の時間に当ててもらえればっていうふうに思いますし、で本当ね、ツイッターのそのなんだろう、リプじゃないな、リツイートしてくれた人とか、これはひどいなって思ってる人とかね、たくさんいたと思うんですけど、こう僕自身はトレーナーにこう指導したり、まあもちろん筋トレ上級者、ベンチプレスをやってる人にベンチプレスを教えたりとかしてるので、高校生の、その、しかも野球部の大阪桐蔭の子が完璧なベンチプレスができるわけがないですね、そもそも。そんなのはこっちはね、分かってることなので、なんだろう。ね、ベンチプレッサーなんで、ベンチプレス専門で僕はやってるので、普通の筋トレしてる人のフォームを僕が見たら僕はおかしいと思うんで。あなたにそういう権利はあんまりないよって、まあまあこれはちょっと、ね、あれかもしれないですけどだよね、って思っちゃうけどね、もっと肩甲骨寄せないとダメだぞ、いやいやいや肩甲骨寄せたらとかね、こっちは思っちゃうから結構痛いのかなってね、こっちは思っちゃうよね。
まあそういうもんなんですけどもね、はい、っていうところを感じました。あのセーフティー問題ですねに関して、だ僕はセーフティーがこのベンチプレス危ないじゃないかって別にツイートしてないと思うんですけど、それなんでかっていうと、あの僕も昔高校時代とか本当にああいうベンチプレス台で練習してたんですね。なのであのもう分かるんですよ。てかこういうね立派なベンチプレス台ある高校なんて多分 ないと思うんですよね。本当に私立で超お金持ってる高校だったら分かりますけど、まあ大阪桐蔭さん、まあ、トレーニングルームがあるとこだったらあると思うんですけど、ああやってこう野球部しか使わないブルペンの環境においてこんなベンチ台があるわけがないんですよ。だからああいうこう簡易的なベンチプレス台はもちろんありましたし、なのでそこで練習していることに関しては何もだからセーフティーつけないと危ねえだろうとかは別に思わなかったんですけど、だから僕の高校時代やってた時もやっぱりこう監督から絶対にこう一人ではトレーニングしないようにっていう風に言われてたので、であの映像もちゃんと他にね補助員がいたので、まあ3人でベンチプレスしてたのかな。だからそこら辺の指導はねちゃんと行き届いているのかなと思ったので、別にそこは何とも思わなかったですかね。だからセーフティーつけろとかはね、まあこうセーフティーだけが売ってるので、まあ確かにまあつけた方が安全ではあるけど、ちゃんと一人でやってないから僕はいいのかなと思いましたけどね。なかなか難しいっすよね、これがセーフティーに関しては。だから僕はしょうがないのかなって思いました。まあ確かに危ないっすよ、うん、もちろんセーフティーやった方がいいですけど、でもちゃんと他にこう補助員が、だから補助のやり方とかも教えてあげたいですけどね。こう誰かが潰れた、じゃあ補助行きますじゃなくて、ちゃんとこうパワーやってる人だってねだったらわかると思うんですけど、あの大会の映像とか見てもらえればあのね潰れた時に補助の人がどうやってんのかなとかをこう見てもらえればはい、とかだから補助のあれとかも教えたいですよね。でセーフティーあれば安全っていう人いるかもしれないですけど、セーフティーあっても危ないもんは危ないですからね。逆にこう簡易的なセーフティーだとここにね隙間があったりとかして、逆にそっちにこうどけようとしてそのセーフティーの間にバーがいってで、首つぶれたっていう人もいるんで、セーフティーがあるから安全とは言えないんで一概にね。なのでね、そういったところとかもねこうやっぱ専門だとこうねうーんっていうところがあるので、でもねいちいちこうねツッコミは入れたくないんで、だからまあこういう感じで動画にしてるんですけどね。はい、で次、野球にベンチプレスが必要なのか、これについて話していきたいなと思います。そもそも野球にこう筋トレが必要なのかみたいな、であとこう僕しかりこうボディービルダーの人とかよくね使える筋肉使えない筋肉のこの論争があるじゃないですかの僕の意見、まあ、そもそも使えない筋肉って何って思ってるんですよね。その使えない筋肉って言ってるのはその人の運動神経の話であって運動神経が悪いことに対して言ってんのかなって思っちゃいますし、それはその人次第でしょ。だからこう筋トレってなんか僕のこのあれとして、運動神経悪い人でも体鍛えれば筋肉つくんですよ。面白いことに筋トレすれば筋肉つきますよ。でその人が運動した時に、いやあいつの筋肉使えねえなってなるわけですよ。いや違うって、その人だってそもそもの問題です。で逆に筋肉つければ運動能力っていうかは向上するはずなんですよ。だって5キロしか持てなかった人がね20キロ持てるようになったら運動能力は絶対上がってるはずじゃないですか。だから使えない筋肉ってね僕存在しないと思ってるんですよね。それはそのスポーツに特化してないから使えない筋肉っていうだけであって、よくこう野球選手とかが大胸筋つけすぎると腕が振れなくなるとか言うんですけど、いやそんなことないと思ってるんで僕自身は。だって僕200キロとか上げますけど大胸筋もある程度でかいですけど普通肩回るし、それは僕のまあ持論っていうかあれですけども、昔野球やってました、で社会人になりました、野球やってなくて筋トレにハマってね筋トレやり込みました、で久々に野球やりました、投げれません、当たり前でしょ野球やってないんだから、で胸筋つけたから肩が回んなくなったな、違うってそれは普段から肩回してないからだって普通に考えてそうでしょだからプロ野球選手とかが多分筋トレしたところで別にそこまでのこう阻害はされないっていうか、まあ現に今こうね大谷翔平選手とか、吉田正尚選手とかすごい選手たくさんいるじゃないですか。メジャーに行くような選手みんながたいっすよね。みんな筋トレ多分してると思うんですよ。
大谷翔平選手トレーニング大好きって言いますし、もう証明してると思うんですよね、僕的に。もうそれが答えなんじゃないのかなって思ってるんですけど、で、大谷翔平選手のベンチプレスの動画、めちゃくちゃ綺麗なベンチプレスしますからね。めちゃくちゃこう、しっかり胸に効かせて。でもこう、ね、ベンチプレス意味がないって分かってたら、大谷翔平選手だってやらないじゃないですか、絶対。あんなにね、時間にゆとりがないはずなので、無駄なトレーニングってしないはずなんですよ。だから絶対にこう、メリットがあってやってるんですよ。だからね、僕はトレーニングした方がいいのかなって思いますし、僕の経験をもとに、一応野球やってましたんで、経験をもとにお話しさせていただくとですね、僕一応4番をずっと打ってまして、中学も高校も、小学校僕野球やってなくて、中学校から野球始めたんですけど、中学校から僕4番なんですよ。で、僕の身長って161ぐらいしかなくて、161ですよ。161センチで、でも筋トレやってました。はい、なんか筋トレ好きで、4番ですよ。これ多分僕筋肉6倍だと思ってるんですよね、普通に。だからパワーはそこそこあって、で、高校に入っても僕野球の練習よりも筋トレの方が好きっていうタイプだったんで、はい、筋トレめちゃくちゃやってたんですけど、だから4番を張れたんじゃないのかなって僕は思っていて、で、今は特産 TV ビヨンドになったのかなに、僕一回コラボさせていただいて、僕のね、こうロングティーの様子とかが載ってるんですけど、現役時代より僕全然バットもちろん振ってないですよ。全然野球の練習とか全くしてなくて、で、6年とか7年経って久しぶりにこうバットを振ったんですけど、多分前より飛ぶようになってるんですね。いや、だから筋肉のおかげなんじゃないのかなっていうことを思っていて、だから僕がもしね、筋肉がなかったら多分ね、4番も張れてないでしょうし、そんなにね、打球遠くに飛ばないのかなって思ってるので、だから筋トレ結構いいのかなっていうふうに思うんですけど、だからこう打球が全然飛ばなくて、こう細くてね、線がの人はね、筋トレバンバンやってね、ウェイトつけて力つければもっとね、打順ね、上がるかもしれないし、打球も遠くに飛ぶかもしれませんので、ね、ぜひ高校球児の皆さん、筋トレちょっと頑張ってみてはいいのではとは思います。はい、僕一応身長さえあればもっといいとこ行けたっていうかね、もっとこう結構有名な選手になれたんじゃないのかなぐらいには結構言われてたんですけどね、監督に。はい、まあ身長161ですから、プロ野球の一番ちっちゃな選手って164ですから、最小だよ、最小よりも低いから、もう才能がない、ちっちゃすぎる、さすがに。170でチビって言われるからね、僕からしたら170なんてめちゃくちゃでかいからね。175、180が当たり前って言われてる世界ですからね、巨人ですよ、僕からしたら。20センチも上なんですから、大谷翔平選手なんて超大型巨人みたいな感じですもん、僕からしたらみたいな感じなんでね、あれですけど。で、だから筋トレは僕はね、いいのかなって思ってますし、で、本当にベンチプレスやっても全然肩周りとか、だからその人次第だと思うんですよね。ちゃんとストレッチをやってるかやってないかとか、動かしてるか動かしてないかだと思いますので。で、僕結構前にキャッチボールの動画も載せたんですけど、本当にこう大胸筋つけたら本当に放れなくなるのかなと思って、久しぶりにキャッチボールやったんですけど、全然放れましたんで、そちらの動画概要欄に貼っておきますんでぜひ見てくださいあと僕がこのロングティーのね、特産 TV ビヨンドさんとコラボした動画もね、概要欄に貼っておくのでぜひ見てください。野球好きなんでね。はい、で、こっからが本題です。僕今神奈川に住んでるんですけど、このね、チャンネル見てくださってる方で息子が野球部でとかいう人がいましたら、ぜひ呼んでください。無料で僕行ってやり方っていうかを教えれればって思いますので、はい、無料でセミナーじゃないですけど筋トレの講座を開いて、あとベンチプレスだけじゃなくて、まあパワーリフターですし、そのビッグスリーであったり、普通のね、筋トレのことに関してとかね、あと食事とか、そこら辺に関してもこうお話できたらと思いますので、ぜひ呼んでください。本当に行きますなんかそういう活動をちょっとしたいなと思って、やっぱりこうまだまだこう筋トレっていうかウエイトトレーニングが普及できてないのかなと思いますので、なんか僕でよければ行きたいなと思いますので、ぜひこのチャンネルを見て、息子が野球部とかねいたら、ちょっとなんかこう監督さんっていうかマネージャーさん、マネージャーさん、顧問、なんだろう、スタッフじゃないの方にこう言ってもらって、なんかウエイトトレーニングのなんかあれがあってみたいな、この方は無料で来てくれるみたいで世界チャンピオンらしいですとか言ってくれれば監督さんもお、じゃあぜひってなるかもわかんないんでね。はい、なので僕のツイッター、インスタ、LINE アットとかに、うちの息子がこう野球部で
こういう話をしてみたら監督さんがいいよって言ってたんですけどって言ったら、僕はその高校に行ってお電話を、まあ、するかなんかをしてこう連絡取っていけるようにしますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。で、ここで一つですね、無料でこう僕がねこうやらせていただく代わりにですね、ちょっと僕もねこう普通に野球が好きで甲子園とか見ててバッティングがしたいわけですよ。なので、そのチームの一番こう打てる選手っていうか長打力がある選手とか4番の人とかとですね、僕がロングティー対決をして、ロングティー好きなんでね、ロングティー対決をして、僕が負けた場合、何もなし、はい、普通にそのまま楽しくイベント終了ということ で僕が勝った場合、監督さんからこう僕シュークリーム好きなんでシュークリームをもらうっていう、はい、シュークリームを差し入れでもらうっていう形で、勝負したいなって思いますので、その旨もね、まあ、伝えたいなっていうふうに思うんですけども、これで、ね、もしも僕が勝った場合ですよ、こう全く野球もやってません、バットも振ってないしね、バットなんかあるわけないって、なので使えない筋肉なのか使える筋肉なのかが分かるじゃないですか。ベンチプレスはこう必要なのか、だってね、これでね、僕がね現役の選手に勝ったら、野球僕ね全然最近やってないわけなんで、あ、やっぱ筋トレやると飛ばせるんだなっていう風になるのかなと思いますので、ぜひロングティー対決させてください。はい、その旨もねちゃんとお伝えしようかなと思いますので、ぜひこの動画を拡散してもらって、ぜひツイッターの方でもリツイートよろしくお願いいたします。高校生との勝負楽しみに待っています。まあ普通にね野球の練習も頑張ってもらって、はい、以上で動画を終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。